こだわり女子のための異次元空間マガジンヌーマンをご覧の皆様、こんにちは、北園亮です。そうですね、メジャーデビューということで、その意気込みをお願いします。今回初めて歌を個人の名義で歌わせてもらうので、そのライブとか含めてですけど、この自分の思いをもろに出せる場所だと思ってるので、そういうものが皆さんに伝わっていけたらなと思います。そしてアルバムアークの日の頃なんですけども、その本当に歌詞に込められた強さだったりとか、その曲の音楽の音の強さ、そして僕の声のまた強さっていうものを出し惜しみなく出したアルバムになっているので、ぜひぜひそういうものに、そういうものが皆様の耳に心に響いたらなと思います。聞いてくださる方へメッセージを、聞いてくださる方へメッセージを、聞いてくださる方へメッセージをか、そうだな、まあ本当にさっき言った通りなんですけど、その、アークというものは箱舟という意味がありましてですね、この皆様にこの箱舟に乗せて新たなステージへ連れていくという思いを込めて作ったアルバムですので、この夢の思いだったりとか、そういうものが力強さで表現されているので、ぜひそれを聞いて皆様が新たな人生をまた一歩踏み出せるような、そんな感じになったら嬉しいです。ありがとうございました。